全体状況を説明しておきますと、地球全土の中で、ジオンはここを押さえてる、連邦ここを押さえてるという簡単な図式があんまないんですね。はっきり言えるのは、北アメリカ大陸はジオンは押さえてる。南アメリカ大陸は南米ジャブルを中心としてジオンを押さえてる。ここまでは確実。あとはイングランド、イギリスに関してはおそらく連邦が押さえていて、ヨーロッパの大西洋寄りのところもやや連邦寄りだと。中央アジアに関しては、どうもジオンは最初に地球に降りてくるときに、北米にガルマザビ、地球相当 作戦として行ったんですけども、同時にキシリアがこの中央アジアのレアメタルを取るためにバイコヌール宇宙あたりからこのオデッサに至るまでの。この辺りのエリアを早々に占領してしまった。なぜかジオンはこの人口がほとんどいないような。土地に降りてきて占領を続けてると、あの辺りには巨大な鉱石の鉱脈があって、それを吸い上げているからジオンっていうのは強いんだというのに、ようやっと連邦軍が気が付いて、オデッサデーというのを設定して、補給部隊に近いようなバクベの舞台を仕留めようという風うに思った。